陸からイカを釣る。その手軽さと短さから日本中のアングラーを虜にしているショアエギング。日本全国各地にある堤防や地磯から高級食材のイカが狙えるエキサイティングなルアーゲーム。釣るための道具はロッド、リール、エギというシンプルなもの。今回の舞台は沖縄県石垣島。沖縄本島から南西に400キロ離れた南の楽園。島の周辺には国内最大のサンゴ礁が広がり、亜熱帯に生息する魚影が豊かなフィールド。この地を訪れたのはショアエギングのスペシャリスト、湯川正孝さん。ダイビングのメッカとされている土地で、水質もすごい良くてね、で透明度が高い。この沖縄石垣っていうのは何やろ、常にこうワクワクする感じはあるですね。アオリイカを求め全国を釣り歩く湯川さんが、今回初挑戦となる昆布締めを狙う。奥深きショアエギングの世界、釣り人は大自然の中で我を忘れ、夢のターゲットを追い求める。12月初旬、石垣空港に降り立ったスーパーエギンガー湯川さん。チャレンジしたことのない聴取ということでね、ちょっとワクワクしてますけど。今回のターゲットは昆布締めと呼ばれる甲イカ族のイカ。沖縄諸島に見られる大型の甲イカで、沖縄ではアオリイカと並ぶ高級食材として扱われる希少価値の高いイカ。ただこの南方系のね、昆布締めって言われるものに対しては、本当に何やろ、自分で狙いに行くっていうことはしたことなくて、たまたま例えば屋久島でそのアオリイカやってて昆布締めが釣れたとかいうのはあるんですけど、で実際こう狙い方って一緒でいいのかなとか、なんかでっかいエギじゃないと食わないよって言われたりとかもすることもあるんで、ちょっとどんな感じなのと思いながら、まあ楽しみではあるんですけどね、はい。乗降初日、この日は不運にも風が強く、小雨がぱらつく空模様。風裏の港から釣りを始めることに。いきなりね、北風がちょっとかなり十数メーターと吹きつけてて、であと朝がね、干潮スタートなんですよね。でこう遠浅のエリアがやっぱり多いので、干潮になるとなかなか釣りできるところっていうのが少なくなるんで、まあ、ちょっとでも風裏になって水深が少しでもあって、でまあこうちょっとこう潮流が橋の下で狭まってて流れがあるようなところっていうところで、攻めれる場所っていうのを探してとりあえずエントリーしてみました。今回はちょっとその昆布締めっていうのをメインにね、狙っていきたいんですけど、でかいのになると、まあ、時期がちょっとずれるんですけど、7キロとか8キロ6キロとかすんげーでかいのがいてるんですよね。その中でももちろんね、そのポイント的には似てるんで、アオリイカも出る可能性は当然あるんで、そもそもアオリイカ自体はすごい好きなんでね、それも釣れたらいいかなっていう風な感じで、まあ、やってみようかなと思います。湯川さんが昆布締め狙いで選んだファーストタックルはこちら。そうですね、やっぱり MH っていう硬さだけあって、大きいエギっていうのはしっかり軽い力で動かせるっていうのは非常にあったんで、あとキャストですね、投げた時に大きいエギとかもバシッて止まるんで、しっかり遠くに飛ばせるっていう、特にこの 0.85 っていう太いライン出てるんで、それでやっぱり飛距離を稼ごうと思ったら、この本当にしっかりしたロッドで大きめのエギをしっかり振り切ってパッて止めるっていうのはやっぱりしやすかったなっていうのはすごいあるんで、操作性にもかなりね、いいものだと思うんで、その中で重心っていうのは全部手元に来るようになってるんですよね。こうしゃくった時にしっかり手元に入ってくるようにっていうことをバランスで考えてて、っていうのは手元に来るってことは、しゃくった時のバランスで手元に来るってことは、軽くこう動かすだけでエギがしっかり動いてくれる。でまたその重心がこの手元にあるってことは、感度が手元にしっかり入ってくるっていうことなんですよね。それはだからイカが当たった時の感度であったりとか、あとはそのエギ動かした時に左右にダートしてるとこまで分かるんですよ。今左に振ったな、右に振ったなっていうのがしっかり分かるようなバランスには仕上げてあるので、 3.85 ですね。もうシャロータイプ、ちょっとゆっくり沈むエギですね、はい、大きめのエギで、イカ自体が
ちょっとこう餌として認識してもらいやすいように少しでも大きいエギをっていう。で P ラインも 0.85、 いつもよりちょっと太めで、リーダーは3号っていう風にしてます。さあまずは第一投やってみましょうかね。とりあえずね、あいにくの天候の中、昆布締めを追い求め探りながらの釣り。割とモンゴイカ釣る時とかだったらこういう湾内の砂地にいてたりとかするんですけどね。ただ昆布締めの生態系って僕も詳しく分かんないんで、どうなんやろうなと思うんですけど謎に包まれた昆布締めの生態。琉球大学でイカやタコをはじめとする頭足類の研究を進める池田教授に話を伺う。水深だいたい30メーターぐらいまでに生息している、まあ、いわゆる浅海域ですね、浅い海に生息している、まあ、イカですね。で、生息水温ですけども、まあ、サンゴ礁が主な生息場所ということですので、いわゆる熱帯海域ですね、まあ、例えばこの日本だと沖縄なんかそうですけども、そういった比較的暖かい水温、まあ、それを好んで生息していると、まあ、いわゆる海遊のような大きな移動というのはおそらくしてないんじゃないかなと、そんな風に考えられます。はい、実はそのエギの形とあと動き、どうもこれが大事なんじゃないかというふうに思われます。細長い形をしたものが、具体的に言うと、まあ、斜め45度、まあ、要するに斜め方向、ここにヒュンと動くと、それで攻撃してくるんです。つまり、形と動きというのが、捕食行動をいわば誘い出すという、まあ、そういうことです。エギの、まあ、ちょっとこう細長い形っていうんですかね。それと、そのしゃくりの時に、多分こう斜めに少し動くと思うんですけど、その動きが組み合わさることによって、そこに対して攻撃を仕掛ける。で、さらに言うと、エギの色ですね。色は見えないけども、こう、コントラストの違いで、海中とのコントラストの違いで、そのエギが非常にはっきり見えるというものがあるんじゃないか。で、それによって攻撃を仕掛けてくるのではないかな。餌としてですね、食べようとするんじゃないかな。というふうに、まあ、思われます。熱帯のサンゴ礁に生息する不思議な存在、昆布締めの生態研究は現在も進行中である。基本的には昆布締め自体はあれじゃないですか、そこで座ってることが多いんですよ。座ってるというか、まあ、じっとサンゴの、ね、上とかそこにじっとしてて、まあ、活性高かったらもちろん追ってくるやつもあるんでしょうけど、結局多分ボトムを叩いていかないとなかなか取りにくいイカなんじゃないかなっていうすごい思いがあるんですけど、しゃくってて本当にこうやる気のあるやつなんかって足元まで追っかけてくることもあるんで、ただそのでかい個体になってもそんなわーってくることあるんかなってね、そこまでがっつりやったことないからわかんないですけど、基本的にはでもそこ取っていかないとあかんねやろなっていう気はしますけどね、やっぱり。前半戦は手応えなく付近を移動することに。次の場所行ってみましょうか。ここか、行ってみようか。日中をメインに全国を釣り歩く湯川さん、釣り場を見抜く洞察力も鋭く、反応がなければ一投で見切るほどの乱眼スタイルは石垣島でも健在。何もおらんわ。南西エリアの海岸沿いに移動。シャローエリアで自らの足を使い昆布締めを追い求めていく湯川さん。一箇所一投です。もう
活性高ければすぐ食ってくるんで、もうそこ投げてなければ次あの霜り、あの霜りっていう風な感じで、気になるところをどん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 打っていく感じですね。もう見切りは本当スピードが命なんで、足を使う釣りっていうのは粘ってもこういう浅いところっていうのは潮で入ってくる可能性ってかなり低いんです。だからとにかく気になるところをどん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 打っていくっていう。エギを投入するポイントはどのように選択しているのか。ちょっとこう黒い岩場とかこういうリーフエッジになってると思うんですよ。だんだんに波当たって白く立ってるところは多分こういう岩に当たって波が立ってるんですけど、まあこういう岩陰ですよね。だからベイトがそういうところに隠れたりするんで、そんな浅いところにいてるやつで、まあそういう餌食ってるやついないかっていうのをこう目で見ながら、ちょっと深く、まあ言うたらここからのこの水深とここからのこの水深は違うわけじゃないですか。だからこの駆け上がりを誘ってちょっと乗せて、浅いとこなりにそういう風な誘い方をしながら出てきたらいいなっていう。まあ活性高ければ手前までガーッと追っかけてくるんで、最終的にまあ手前で止めてみて追ったら追っかけてくるっていう感じですね。それをだからもう一箇所一箇所ちゃんとポイント見ながら、そういう例えば岩がポッて浮いて波当たってるけど、こっち向いて波当たってるから、そういう岩の裏に投げ入れてみたりとか、どこで餌食うやろなっていうとこを効率よくね、その無駄な一投しないために、ここやったらいそうっていうとこをちゃんと目で見ながら投げていくっていう感じで回っていってます。シャローエリアでのエギの動かし方について伺う。もうあのどっちかって言ったら、まあ今シャローのエギ使ってるんですけど、まあゆっくり沈むとはいえすぐそこについちゃうじゃないですか。だから中層から表層を誘ってくれば、もうエギを見つけた瞬間に走ってくるんで、なのでそんなに深いところの釣りみたいな感じでそこまで重要視しなくていいですね、アクション自体は。とにかく見せるっていうことをメインに考えて、もう本当にいい状況であればパッて落ちて沈んでいくときにもうドンって抱くんで、なのでそういう感じですね。調校初日後半戦は北部沿岸エリアへと大きく移動。熱帯性の植物が生い茂る道をくぐり抜けると広がる海岸線。砂浜に放牧された石垣牛がお出迎え。手つかずの自然が多く残る遠浅な海岸にたどり着いた。ワクワクするね。その辺からずっとこう歩いていこうか。見晴らしのいい岩に登り、水面下の地形を探る。北面の東側エリアですね、これ今北西の風なんで、はい。まあ笠浦で今満潮の時代なんで、潮の高いうちにまあ朝低くてできなかったとこっていうのをまあ来てやってみようかっていう感じですね、はい。うわー、なんかすんげー釣れそう。早速エギを投入してみると、何やろ今の、魚かな。ようやく魚の活性を感じ取る湯川さん。魚っすね、なんか黒い魚ついてきた。水深自体はやっぱりずっと遠浅なんでね、ただこの黒いやっぱり霜りって言われる岩陰に隠れたりとかして食ってることもあるやろうからね、じーっとそういうところに座ってるやつもおるんやろね、多分こぶしめとかやったら。もちろんアオリイカも例外ではないと思うんですけどね、両方とも混在してる地域ではあると思うんで。溶岩みたいやな、ここ。なんかなんでこことそこでそんなイワシと違うんやろね、不思議やね。ほほほ。イカの反応を見ながら移動とキャストを繰り返していく南岸スタイル。沖縄っぽいね、この地形が、岩の削れ方と立ち方が。天候が晴れ間に変わり、広大に広がる遠浅なシャローエリア。なんか
釣れなくても満足してしまうっていうこの環境にだけど釣らなあかんけどね移動中に思わぬものを発見。あ、これじゃん。こぶしめの甲でかいな。これ体の大きさよ。だってこっからここまでが君に会いたいんだよすっげえな顔どでかさがやばいね。イカの匂いしないわ。すっごっ。お願いします。でけえ。おっ、なんやカワハギのなんかモンガラカワハギみたいなやつ。でかかった。これぐらいあったで。すごい模様ついたやつ。おおおおおお見えた。何よ今の。サワラ、サバヒーチャス。何、すっごいな。何回もガンガンガンあんなん食われたらえらいこっちゃ。魚はもうしょっちゅうやな。しかしルアー投げたらいろいろ釣れるんだろうな魚ばっかりやすごい活性高い。しかしターゲットのイカがついてこない状況。やるな石垣島楽しいけどな、こういうところでずっと投げれるのは。一発出た時痺れるんやろな。夕方になり最初の漁港ポイントに戻ってきた。結構でも速いスピードで流されてるんですよ、こっち向いて。だからまああの流されながらそこへゆっくりこう沈めていく感じですね。むしろいない方が不思議やけどな、これ。時間的にもこの日のラストチャンスにかける。うわ、魚やったくそやめて、もうやめて ガツ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 ってなってるほんまに難しい。こぶしめを追い求めショエギングに没頭するもバイトなく、あえなく終了の時間となった。はい、お疲れ様でございました。明日は、まあ、ひょっとしたらまた今日入ったエリアでね、出そうな雰囲気はあったから行ってみるかもしれないし、逆に、まあ、西面東面北側のとこ行ってみたんですけど反応なかったから、もうがっつり風がないんだったらもう全くエリア変えて攻めるかもしれないし、その中で一つでも取れたらなっていうふうに思ってますね。お疲れ様でした。石垣島エリアショアイギング長考2日目。この日は南西部に位置するエリアから釣り開始。まあ、風浦ですね、北東がきついんで、風浦になる場所で、南西部に位置するワンドですねっていうエリアに、入ってきました、まあ、そこでもうできる限り気になるところをどんどん打っていってっていう感じでね、進めていこうかなと思います。エギはまあ 3.85 の、シャロータイプっていうのをね使っていきますね。1メートルのホール速度が約5秒ぐらいです、はい。石垣島ショアエギング2日目のタックルシステム。ロッドは大型の拳目を受け止めるパワー重視のタイプを選び、リールはランガンスタイルに向くエギング専用モデルの3000番を使用。だから潮の高さはこれから上がってくるからどん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 やりやすくなってくるかな。基本的には浅いところが多いんでね、なかなかちょっとでも水深のありそうなところを狙いながらやっていくっていうのがベストかなと。この日もひたすらに歩く。
磯場での移動を繰り返す湯川さんのランガンスタイル。安全にエギングをするため装備も万全でなくてはならない。砂浜だけではなく岩場も歩くため磯靴は必須。またライフジャケットやグローブ、頭部を守るキャップも着用しよう。おお、ちょっと西エリアの方へ移動してきました。で、あの水深がね、本当にもう干潮で潮の高さがないんで、あの 3.5 の、 あのめちゃくちゃゆっくり沈むやつですねっていうのを1メートル 7.4 秒ってですね、で攻めていきたいと思います。小ぶりだがミエイカの群れを発見。可愛いのおるね、めっちゃ。ほんまやほんまや。うん、わかる。ちょっとそこの手前のとこやね。食いそうやけどな。ショアエギングではサイトフィッシングも醍醐味の一つだが、イカがエギに興味を示さない。全然追ってこないね。なんで？それもそうか、そこにもおるな。うん。そうなのね。何これ、なんかでっかい魚が出てきた。ほら、うん。あそこにイカいてんねんけどな。全く見向きもしないですね。やる気がなさすぎるね。びっくりするぐらい。サクッと探りましたが、いませんので。どうだな、遠浅なシャローエリア。湯川さんは海に浸かりウェーディングしながらポイントを移動。あとちょっと前に出たらあそこ投げれるのになっていうところ非常に多いんですよね。だけども濡れたくないからいけないような、手前から投げないといけないような。でも例えば膝まで入ってちょっと一個前に出たらもっといいとこ、オープンスペースで投げれるとこでチョーク上げれるのになっていうとこはすごいやっぱり重要な釣りとしてのねポイントになってくるんで。ただあの気をつけなきゃいけないのはやっぱりこの水は入ってこないけど転倒したりとかした時には絶対この水が入ったりすると危険なんで、とにかく無理をしないことですね。自分の行ける範囲で、あの水の中には入れるけど本当に行けれる範囲の安全な面で少し前に出れるところっていうのは手軽に打っていけるんで、そういう面ではすごい釣りはしやすいのかなっていうふうに思います。まあこんなにがっつり入ってやることっていうのはこっちぐらいでしょうね。その移動するのにちょっと入って丘へ上がってっていうのはするんですけど、あとほんで波もそんなにないからやっぱりある程度入っていけるっていうのはねあるっすね。すごいね。でもアオリ釣るより昆布締めの方が難しいね。まあ来る前から思ってたことやけど。本当は日中のデイゲームなんかやったら手前にこういてるようなやつを探してそいつを釣っていく方が本来はええんでしょうけどね。沖に投げるブラインドの釣りよりもね、夜とかは割と比較的そうやって釣ることが多いみたいですけど、自分がその大事にしてる部分っていうのはそのもちろん釣ろうと思ったら夜行性のイカじゃないですか、まあオリイカなんかそうなんですけど、だから夜やった方が当然少しでも釣れる確率は高くなるし釣れやすくはなると思うんだけど、だけどやっぱりみんなに釣ってほしいわけですよ、あのイカをね。だから僕がどうやって釣ってるかっていうのを伝えようと思ったらやっぱり光量のある時間帯にやらないと見てもらえないんで、だから当然ねそのチョーカーも大事なんですけど、でもその皆さんに伝えたいところはチョーカーに行き着くまでの部分ですよね。どうやって釣ってるんかとか、やっぱそういうことをちょっとでもあの見てもらえたらなと思うんで、夜の映像ってどうしても釣れてからじゃないですか。だから確かに自分自身は楽しいんですけど、でも日中のねやっぱこの楽しさっていうのを見てほしいし、で当然あのナイトやるよりも危険度も少なくなるっていうのもすごいあるんで、なのでできるだけこのデイの釣りっていうのを楽しんでほしいなと。
プラスその同じとこでじーっと回遊待ちする釣りが苦手なんですよでヒルって足使うけどいろんなポイント新しいとこどんどん打っていけるじゃないですか。それも一つの楽しみだと思うんですね。南の楽園石垣島ショーエイギング長考2日目、希少種コブシメを追い求めラストスパート。早朝からエギングを続けるが未だヒットしない状況に焦りの色が見え始める。持ち前の身体能力を生かし一歩ずつイカとの距離を縮めていく。ここでポイントを移動。見晴らしのいい岩に登り水面下の地形を探る。シャローエリアにエギを投入すると、おーし来た、おーし来た、よし、よっしゃ、よし、あー、うー、最高や、うー、おー、後ろついてきてる、何、でかいのついてきてる後ろに、おお。うわやばいやばい。しかもスペシャルゲストやね。これはアオリイカです。A サイズじゃ。A サイズですね。いいお砂織り。ありがとうね、じゃあ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。本命ではないアオリイカだが、苦労した先の一杯に喜びもひとしお。ああ、嬉しい。本命ではないけどね、やっぱ釣れるって最高やんね。でもやっぱ価値あるっすよね。そのターゲットじゃないけどやっぱね、普段釣ってるイカやけど嬉しいね、うん、もうあの浅いんで、あの本当にこうゆっくり沈めぎを入れて、でシャクリも本当あんまり浮かさないように緩めなドラグでジャージャーっていう風な水平以降かけてたら、もう本当にガンと当たってきたんで、なかなか最高に活性の高い当たりでした。これはあれですね、あのブルーグローって言ってちょっとグローが入ってるんですよ。ややちょっと砂地で笹濁りあったんで、濁りのとこはちょっとグロー系が強い傾向があるんで、でまあそれをちょっとつけてみた感じですね、はい、残り時間もあとわずか。最後の力を振り絞り弾丸スタイルを貫く湯川さん。おお、魚、魚。めっちゃ魚やった。ガツガツに噛まれとる。コブちゃんいないかな。コブちゃん、コブちゃん出会いたいね。コブシメの居つくポイントを足を使って探る釣り。過酷な条件下でも鍛えた体に安全な装備を身につけ、釣り場の状況に合わせ考えうる限りの釣りを試していく。このプロセスこそがエギングだと湯川さんは語る。雨が来たな、予報通り。降ってきたな。あかんねえ。来た。それもまた釣り。ここでタイムアップ。残念ながら拳目には出会えなかった。
メインターゲットがね、拳目っていうことで、させていただいたんですけど、まあ、大きくなったら10キロぐらいまでなるっていうやつで、で、実際こう狙って釣る人がそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないんですよね。で、まあ、それがまたこのデイでやるってなるとより難しい。たまたまその、なんやろ、接岸してていてるやつが釣れたりとか、煽りがやっててたまたま釣れたりっていうケースが多いイカなんで、だからどう狙っていこうかなって、非常にそれがね難しいやろなって自分の中ではもう来る前から思ってたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ難しかったですねだけどまあね、その石垣とか沖縄ならではのこうずっと永遠に続く遠浅な斜路でのアオリイカっていうのには出会え、シーズン今12月で来させてもらったんですけど、本来あの大きい個体ってなるとダイバーさんが言うにはその4月5月ぐらいがいいよっていう、今シーズンに突入してでかいのが狙える時期にまたチャレンジしたいなっていうふうには思いますね、はい、南の楽園石垣島でのショアエギング釣行、大自然と対峙し価値ある一杯を追い求める、そのプロセスにショアエギングの奥深さを感じた2日間。釣れない時があるからこそ、釣れた時はなお嬉しい。大事なのはプロセス。それが釣りの醍醐味なのかもしれない。